男との間に生まれた少年は旅に出ることとなる。だが少年は知らない。彼こそが一族の仇である魔王を倒すものであることを。え？そういうことなら任せとけ。世界のためだ、仕方ない。今日はどうしてそんなに男らしいのだ。うるさい、黙れ。高魔族英雄伝第1章、著者アルエ。ね、そろそろ話して、今のは猫に。ごめんなさい、申しません。ラッキーセットでお待ちのお客様。あ、はい。こちらになります。みんな見てる。やっぱり僕がラッキーセットなんて変だよな。ラッキーセットください。鈴木くん、なんでここに先生が。ねえ、ねえ、にゃや。って、何すんのさ。悪い悪い、ついムズムズしてさ。お、なんだ、やるか。わね、相手の耳元でそっとささやくか。なるほど。あのさ、パンチはこうやって腰で。